今日も一日お疲れさん。どうもしこちゃです。やすゆきです。ジョンです。ソダオです。今日の企画は新法官行きながらの質問答えてみよう。何をしてんの。じゃあ今回群馬県にいるじゃないですか、はい、ちょっと僕がずっと行ってみたかった場所があって、はい、チンポーカンっていうね、はいはいはい、とまあチンスポットみたいな、はいはい、ところがあるんですよ、はい、多分いろんなチンポーが祀られてる場所やと思う。チンポーね。チンポーが、うん、危ないね。チンポーだよね。チンポーって言いな、言わないとバンサーしちゃうから。ほんまにそういう施設があるだけやからね。そう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 。珍しい宝って書くだけの。そこまで行こうやったらまだいいんやけど、うん、それにプラス、うん、チンポーへの質問を答えてみるっていうのは。チンポーね。チンポー。チンポーね。うん。先方と一緒やから。そうなんだ。それについてもうちゃんと回答しつつ、はい、まあチンポー感も楽しんでいこうという。はい、なるほどね。それではやっていきましょう。じゃあ童貞調子。いきますね。はい。アブッシュとかマカとか精力剤みたいなのって本当に効くもんなんですか？飲んだことありますか？あ、俺ないわ。チクガシ一回昔飲んだやん。ああ。あれあんま効かんかったよな。赤マブシみたいなの。一個も聞いたことないな。やったことあるけど。これは、だからメンタルで不安な時はめっちゃ効くね。あ、そう、ね。あ、ほんと飲んだしって思うから。はあ。ブラシーボ効果や。ブラシーボ効きだ。ブラシーボ効きというかシンプルにメンタル安定ボ。うんキーとかやめてやめて。俺プラシーボッって言ってたからな、うん、でもハブシとかマカはそれやけど、海外からのやつで半錠しか飲んだらあかんみたいな。半錠、あ、はい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 、大きくなりすぎるからっていうのを3錠飲んだやつがいて、はい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 、避けそうなぐらい痛かったんですよ。あ、だからあんねやったんか。死ぬってマジで痛すぎてもできへんかったってやばいって。そういうのは一応あるから、うん、そうだから効くやつと効かんやつは多分すごいよね。で多分効くやつは鬼高い、うん、そうやんな。朝立ちって毎朝疲れる？疲れへんな。毎朝ではないな。もう毎朝やけど疲れはせんな。疲れるとかない。なんかさ、朝立ちの持続時間減ってない？そうそう、若い頃ってさ、中学生とかもう10分ぐらいビンビンやったやん。いや、学校行くまでちょっとあるやんな。今ってなんか30秒とかで遅れみたいな。そうかも。リーダーもそうですね。昔調べたらそうかもな。あんま朝立ちせんけどな。え、そんな毎日するもんな朝立ち。ゼロじゃなくない？いやいや、全然ゼロだ。ああ、ほんと。今朝もみんな朝立ちしてんの？いや、別にしてたし、トイレ行く時とかこれで立ち上がったらなんかあれかと思ってちょっと布団の中で寝てたけど。はずいね、あそこは。はずいというか、ね、気使うね。だけど俺パンツにタンクトップやん、寝てたから分かりやすいやん。はいはいはい。朝からなんかそれでちょっと重たいかと思って気使う。朝から牛丼みたいな。ビッグフランクはな。そうそう、だから起きた瞬間にあ、そういうことかって言ってたんやけど。違う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 。そういうことか。そういうことか。今日だとか。一人だとかすぎやろ。温泉に行った時とか他の人の気になる？全然ならん。気にはならないけど、うん、目を引くものはあって、あるよね。そういうのをちょっと見てしまうね。今なんか多いやん。そうそうね。そうそう。そんでちょっと見てまうかも。そうやね。つい見てまうとかあるな。若い頃は俺見てたな、ちょっと。若い頃は俺めっちゃ見てた。散歩で集めてたやろな。俺はでかいかちっちゃいかみたいな。俺は不安やったからめっちゃ見てた。頭上寺じゃ分からへんやろな、そんなでかいとか。いやいや、だから頭上寺ちっちゃすぎて、だから俺と同じが、俺よりちっちゃいんじゃないんじゃんとか思うときめっちゃテンションあったな。そろそろビー玉ぐらいしかないな。ビー玉やばい。ビー玉3つやんけ、じゃあお前。たまカモンみたいな。たまは梅干しぐらいあるよ。クレミッキーやもんな。寝てる間に握られてたら嫌。これ俺めっちゃ嫌。 あ、マジ？そう。もうなんかそういう時以外触られるのめっちゃストレス。あ、そうなんや。ほんまに触んなってなる。あっちがしたくてさとかもダメなの？もう寝起きでしたくてやったらもっとちゃんと触れよと思う。あー、なるほどね。でもなんか確かに普通の時にずっと握られてたら嫌かもな。ずっと嫌な、嫌やな。危険を感じる。急所やからさ、寝てる時にまぶたに指こう2本トンって置かれてるのって怖いよな。どうっていう話と俺一緒やと思うね。そうやんな。確かに払いのけるかもな。起きた時に握られてたらちょっと嬉しいけど。それはそうなんだよね、きっと。そうなんや。それで始まらへん時はなんかでも嬉しいかも。あ、やっぱいろんなチンポーの持ち主がいるね。そうだよね。チンポーオーナーいるわ。自転車乗ってる時ってどうなってるの？これはだから舐めないでいただきたいよね。はい。脳はそんな下についてないからね。そうそうそう。あの、玉が設置してるぐらいで。玉がこう前にこう、なん
なるよ。そうそうそう、だから男は確実に上からストレートでこうストンとは落ちないよ、それはもう挟まるから、はい、うまくこうケツからこう乗って、はいはいはい、シュッてスライドさせたらオートで球がこうスッて前向きますから確かにそう、踏んでないです。そうそうそう、だから僕ら反射レベルって全員やってますよね。ゴムつけたらいけないっていう男ほんまかいな。これはどうなん？俺はあまり分からない。俺も分かんない。治療の人が唯一じゃない。そうやな。まあまあな。だから生の方が行きやすいって話だと思う、これは。ゴムだと結構時間かかって行けない日も実際ある時はあるし。はいはいはい。あるんや。ただ、あんま、うかつに信じんでいい言葉かなって言うけど、ゴムでも行けるはいけると思う。まあだから始まる前、関係値含めで、あさって始まる前から言ってくるとちょっと怪しいと思う。いや、それはそれはもう完全にリスク押し付けたいだけだから。一回目からこんなこと言ってきたらもうわかんやつ。あかんかんかん。だからこれあかん。だから嘘ではないですっていう。そうそうそうやと思う。そこは本当に他にもあったんですけど、ほんまに変わんのみたいな。それで言うとほんまに変わります。めっちゃ変わる。よく俺の意思じゃないとか言う人がいるんですけど、絶対嘘ですよね。いや、これはほんまに意思じゃないって。授業中とかって話だろ。授業中とか、別に今立ちたくないと思っても立ってまうし。リラックスしてたら寝起きは立ちやすいって言うからね。いや、そうそうそう。あと逆に言うとさ、立たせようとして立たせることって無理よな。あ、それも無理やな。割と。え、それでいけるかい？え、じゃあ手で触るとかなしよ。いけるいけるいける。うわポー本体ポー俺が全身がポーじゃん。全身がポーさすがですね。コポーがついてるだけやん。まだ今ポーに運転してもらってるんだ。ポーにレンタカー用意してもらって世界一賢いポーなんじゃないえ、じゃあこれいけんのかな。自分の意思でビクビク動かせたりしますか。それできるよ。それは立ってる時いけんじゃん、うん、ピクピクは動かせるけど、うん、例えば行きました的なそのビクビクビクみたいな。あ、それは無理や。そんな大振動は無理や。それは無理やな。ピクピクはできるよな。ピクピクはいけるよ。いけるよな。活躍筋で悟空の尻尾みたいな感じなんで、うん、別にピクピクって動かせる。だからこの運動しかできないよな。あ、そうそうそうそ う, そ う, そう一方向の運動しか。わかるわかる。なんか鯉の口みたいなイメージなんかパクパクパクしてるとき口がちょっとこうキュッキュッだけどあれぐらいそういうこと。ほんまそうやな。あんなイメージあるからな、うん、夏は股間が痒くなるってあるけど夏だけ年中俺あんまならんな。あんまならんな。あるらしいよな。俺だけか。だってさ、汗かいて蒸れるって話じゃない俺の場合は。はいはいはい。で、夏の方が痒くなるっていうのは汗かきやすいでしょっていう話。ああ、暑いからね。そうそう、蒸れやすいでしょっていう。まあ俺は年中やけど、蒸れやすいのは確かに夏やから。夏の方がじゃあ痒くなる。そう、だからもう夏のジーパンなんて履けたもんじゃないね。そうなんや。マジで。それでも困ったな。困ったな。困るなぁじゃない。ちょっと出席。そうだったなぁ、もう寄り添ってるから。寄り添ってるな。女性として辛さは分かる。いや、それは辛いよな。だから、例えば今日履いてるヒラヒラしたズボンとか、はいはいはい、革命やったね、俺からすると、はいはい。タイパンツとかだから履いてたんですか。そう、タイパンツとか最高やね。履いたら続きがいいからね。人生で一回は自分で舐めてみようとするって本当ですか。あー、これやったな。やったやった。どころじゃないよな。やったやったかな、うん、これマジ 100% なんかな。これ街頭インタビューしないね。あ、あるあるある。あー、やるよな。なんか、されたことなかった時には舐められるとか絶対気持ちいいやろと思った。なんかね、どうしてお酒飲むと元気なくなるの。これはなんでな。これ俺聞きたい。なんでな。やっぱ体が興奮するからじゃないですか。リラックスしないと立たないんですよ。あ、そうなんや。酒飲むとドーパミン出るとかなのかな。血流は回るやん、酒飲む。だから別に大きくなってもいいじゃないかって思うんだけど、交感神経が優位になるのかな。女の人逆よね。お酒飲んだ方がこうやっぱ見習いになるなりやすい人が。確かになんかオープンになる人が多いですね。そうそうそう。男も一応ムラムラするくらい。あ、分かるわ。ムラムラするね。あ、そうやな。ポーがついてこないっていうだけだ。分かる分かる。気持ちにポーが追いつかんよな。そうやな。後方にポーがおるのな。ポー振り返らなかった。そうそう。ポーあれってなるもんな。ついてきてはいるけどね。ベッドで。うん。ハチポーみたいな前。ハチポーやな。中堅ハチポーやな。ハチポー。そう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 。お酒飲んだら中堅ハチポーになっちゃう。いつもな、俺らより前走ってるのよ。本当はな。酒飲んだ瞬間、後ろが落ちたりして。素晴らしい。全然わがままちゃう。もうつく。これおっきり込みとかさ、ちょっとなんか。あ、これやチンポ感。おーおー。チンポ感だ。チンポ感や。そんなにリーダー。おいおい。おっきりのお出迎えやぞ。フルステイコン。
チンポー感つきました。よし。タイはこれ。来てかったずっと。うん。テンション上がらん？上がる。めっちゃ今上がってる。テレビとかで見たことないもん。こういう確かに、うん。行きましょう。はい、行ってみよう。あーすごい。こんにちは。あ、館長お休みや。さて YouTube ちょっと待って。大丈夫ですよ。ありがとうございます。館長お休みやったら1000円になるんですか入場料？チンコさんがおられないことですよね。そうです。そうです。あらら。お姉さんちなみになんていう名前ですか？私です。仕上がってる。そんなことあります？仕上がってた。来てくれんのですか？絶対好きよこういうの。気ぃつけろ。ゆずの木は何なん？普通ちょっと卑猥に見えるか。なんか意味見出してまうけど普通にゆずの木やんの。気をつける奥に平然といるから。おダブルでいるから。すごいな。ゆずは何かあんのかな。でこれは多分ちんこさんは言ってくれるよ。そうやんな。そうやな。ちんこさんは何だっけ。ちょっとチンコさんの説明もらっていいですか？チンコさんは館長、名物館長みたいな人がいて、はい、めちゃくちゃ説明してくれるらしいです。まあ名前らしいんですけど、まあそれほんまかわかんないですけど、うん、でめちゃくちゃ面白いっていうね。だからもうそのガイドさん 目当てで来る人もいると言われてるぐらいの名物館長らしいね。なるほどなるほど。だって入館料安くなるんやから。そんなことある？不在によりね。30% 引きよ。確かにな。それちょっと悔やまれるけども、俺らなりのチンコさんで探しよう。まあ長寿神とかもおるから普通。長寿神いるよ。じゃあ長寿神。ああ。第2会場広いですね。これ館内待って長寿神の右手。長寿神って言った。お前右手握ってるよ。結構よく見るリーダーやん。なんで？すごいね。てか結構広いやん。これあ。はいはいはい。あ、この辺だからこの春画系がめちゃくちゃ。ああ、初めて実物春画見たの。うわ、え？生いんやね意外と。いやさ、春画生いや。生いな。これってほんまに春画ってここまで書いてんの？書いてたと思うよ。あ、こんなに生いんや。そうそうそう。なんか全体的に生くないのに局部だけ嫌に生いな。いやなんかこの時代って混みよくないよまだ。ああ。だから女体自体では人はあまり興奮しなかったっていうのを聞いたことある。へぇー。だから衣装の差とかなんかシチュエーションとかでこの男とこの姫君かみたいな、なんか興奮の仕方とか。へぇー。だから変な体勢が多いんや。どかなんちゃう、なんかこう隠れてやってんちゃうこれ友達にして。あー、チンコ君や。チンコ君。チンコ君おるやん。チンコ君チンコ君いました。僕ら400円払って。払おうか。ここで1200円の収益いるわ。チンコ君で。チンコ君。チンコさんのサインあるよ。ほんまや。あ、これがサインなんや。おかしいやろ。てか館長のサインってほんま普通土台どうでもええからな。館長との記念撮影、ワンショット撮影のご協力お願いします。ワンショットめっちゃ人気。人気すぎる。すごいなぁ。うわぁ、ほんまに。マジですごい。え、ちょ、これちゃんとベベ観音やん。そうです。この観音様を拝むと女性が下の病に取りません。拝めよ、奥さんいるやつら。ほうほう。捧げるんね。お前、マリリン・モンローいるやん。なんで謎にマリリン・モンロー。おーすげえ。20世紀を代表するシンボルとして広く認知されてる。だからね。ああ。ちょ、あがめてるんや。マリリン・マンダラって何すか。全ての線がマリリン・モンローですよ。すげえすげえすげえ。すごっ。ほんまマリリンやちっちゃく。すげえ。誰が書いたの。鈴木伸一さんや。彼女だけをひたすら書き続けたんだって鈴木伸一さんは。あ、ほんまにそうや。ただな、これモンローなんかって分からんけど。マリリン・モンローのちぐさ。マリリン・モンローもよう許したよな。いやでもシンボルやからやっぱそこまで寛容なんじゃん。まあそうか。私は自由に。てかまあそういう風に見られて仕方ないよね。私魅力的だからって。ああ。かっこいいな。あ、だからほら、二人ここに来て二人の子供生まれましたと。わ、すごい。すげえ、あるやん。ちゃんと全部こだわってるよね。差し込むみたいなのとか。そういうことだよな。そういうことだよな。すごいな。外国のお金があります。おお、お前よ、お前よ。ユーロ。外国の観光客の方も人工感。子供がさすがな人はぜひお越しください。うちは子だから観音とか。これだから俺らはほんまあんまはしゃいだかんでこんな。ありがたいスポットやでこれ。そうやね。神社やからな。うーわ、矢沢栄子熱。いやいや、やめろ。お前、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 
ジで。ほんまに至る所に観音様が。すごいね、お賽銭の数が。あ、すげえ。立体春画。おしゃれやん。あ、すごいすごいすごい。3D 浮世絵やって。お皿にしたらなんかおしゃれに見えてまうな。色がいいね。色がいいよね。色いいな。いや、すごいね。あ、結構広い。これ確かにガイドついてたら面白いな。めっちゃ解説してくれるんやろうしな。おお、すごい。おお、おお。うわあ。これはちょっとごめん立つかも。宗太郎やったら。どこがや。おい、どういうこと。まあ、そっちなんや。ヒットするな。おお。いい大胸筋だし。綺麗。すごいな。いや、こんだけ余ったって。やっぱお前筋肉なんや。100入れました。フィギュアですか？なんかよくわからないですけど。何だろうこれ。フィギュアっぽい。いろんな国のあれなんかな。四十八手的なやつかな。ああ。あ、これグラビアなんや当時の。へえ。1955年。へえ。すごいね。確かに当時はこういうのでもし使うやん。全部言うやん。あ、ちんこさん。あ、これがプリキ出てるやん。これちんこさんとのプリキってこと？こんな感じで。そうやな。ちんこさんと一緒撮れるよ。大人気やな、ちんこさん。唯一無二やん。こういうことやな。誰にも代わりができない仕事って。そうやね。ほんまにそうやな。世の中には大抵の仕事が代わりが効くと言われています。確かに。アメリカンのやつもある。かわいい。すごいね、これ。当時のやつ。あ、江戸時代の。江戸時代作戦って。しかもさ、両津貝だから女性同士じゃありっけない。ほんまよ。しかも多くで使われたことをされるって書いてる。痛そう。痛そうやな。芝居痛そうだね。しかも別に今ほど潤滑油もいや、椿油とか使ってたんじゃん。もうアートやな、お前ら。あ、全部自然に塗りくりするから。どうやったらこんな四つ股の木ができるんだろうね。確かにな。あんま自然で見なくない、こんな形。もうもはやこれとかただのダンスやもんな。そう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 。あーそうそう。チンポー館に観光に来て刺激を受け目覚めました。へー。チンポー館が生み出したサラブレッドやんか。じゃあエロ動画とかなかった時代なんちゃうの。でも平成なもん。めちゃくちゃあるやん。めちゃくちゃあるやん。チンポー館に歴史そんなないっすよ。ない。80何年書いてない。3、40年あるからすごいけど。俺ら同じ年ぐらいだ。うん。あ、プリクラや。プリクラ撮ろうやで、思い出ね。まあ、そのためちょっとやばいって多分。え、そう。すごいな。あ、あ、立つな。これちゃんとつないですけど、最高級ダッチワイフの世界ですね。この三桁番号の流しがいいやつ。そうやね。どうやった。あ、チンポー感。出てきました。チンポーカンプリ。いいね。これは最後に画像で、見ていただきましょう。どうぞ、もうパソコンに貼るか。新しく買ったとこやのに。福袋とかあるんだ。アダルト DVD3 本セット。チンポーカン。班長兼満長。何やろ、満長。ほんまや。そうだろう。人生を腹立つこともあるけど、腹を横にしてチンチン立てて。いいですね。エロビア。はい、ということで回り終わりました。はい、ありました。すごかったですね。すごかった。あんな一色なんやな。なんかほんまにチンスポットとか言ってみんなではしゃいできたけど、結構ちゃんとしたスポットやったね。そうやな。神聖な場所というか。ふざけてもいたけど、完全にふざけてたけど、ほんまにそういう目的できたら、ちゃんとご利益ありそうというか。そうね。確かに確かに。実際感謝してる人もいっぱいいたしね。おったね。俺なんか神社来たみたいな感じだったわ。パワースポット感がありました。確かに神社来た感はあるな。だからぜひ皆さんもね、群馬県に来た際は、チンポー館に立ち寄ってみてください。はい。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。